ティーチャークーボー、ティーチャークーボー。いやー、今からちょっとマッサージ行ってきます。マッサージ、ちょっと運転疲れましたね。はい、まあエアロ組んで、マフラー組んで、あとねブーストアップもして、めちゃめちゃ早くはないけど、だいぶ早く、だいぶちょっとだいぶ早くなりましたちょっとね、峠走ってました。峠よかったっす。うん、すげえ早い早い、うん、全然いい。で、今回はまあ呼吸するの、吸っすか、呼吸、吸、まあ息をなんだするようにというか、まあお金を稼ぐっていうのは、なんだろうな、息をするように稼がないといけないし、息をするように、僕が意識してるのは、お金の流れを止めないというか、まあ、息止めたら死ぬじゃないですか。ね、うん、じゃあ、息を止めてください。死にますよね。え、10分無理ですよね。多分、2、3分限界じゃないですか。だから、息を止めたら死ぬんですよ。うん。だから、その、お金の流れを絶対止めないっていう。1円でも10円でも、絶対に毎日こう流れている。まあ、自分のとこに入ってくるような仕組みを作るっていうね。だから僕はまあ、その、なんだ、今、ブログにアドセンス入れてるし、ブログもね、毎日数十円とか数百円とか入ってるんですよ、ブログもね。まあ、YouTube の広告収入も入ってますし、だからダブルインカムですね。で、まあ、アフィリエイトもかましてるので、みんなの銀行のやつ入ってきたりとか、あと、まあ、毎月コンスタントに入ってるの、もうほぼ毎月っすね、多分。自動車保険のね、見積もり、一括見積もり、無料資料請求で1700円。これみんなの銀行より高いですからね。無料一括サイトを紹介して、そっか、無料一括サイトから申請が、資料請求があると1700円もらえるやつがあるんですよ。それね、毎月何件か入ってるんですね。だからまあちょっとなんだけど、いろんなところでちょっと、もう毎日ちょこちょこやると。で、それを積み上げてったら、まあ YouTube に関しても、まあボリューム、アクセスのボリュームがね、積み上げれば、まあ多分もうちょっと増えるだろうし、で、ブログもだいぶちょっとずつ増えてるし、まあ結局増えると思います、続ければだからやっぱね、毎日10円でも1円でもお金の流れを作ってますかと。多分作ってないですよ。だから月末給料日にしかお金の流れがないんですよね、ほとんどの人っていうのは。じゃなくて毎日作るんですよ。で、それをどんどん、まあ最初はちっちゃくてもいいんだけども、1円でもいいから作るってことです、流れをね。で、それを徐々に大きくしていくっていうのが大事かなと思いますね。だ、僕はもう10年後、20年後を想定してるので、これを積み上げていったら、まあ10年後、20年後、まあ商品売らなくても、まあ広告収入でまあちょっとは稼げるかなと思ってるんで。まあ YouTube はね、まあ無料でやってるから赤番の可能性はあるんだけども、なんだろうな。ブログはワードプレスでやってるので、まあそれは、なんだ。まあ赤番とかないですから。ワードプレスなんて。ドメイン取ってサーバー借りてるんで。そう。まあ YouTube はね、昔僕赤番食らったことありますから、絶対ではないんですけど。ただまあ、普通に、まあ何もなければ多分、10年後も20年後もおそらく YouTube は多分存続してると思うし。YouTube をね、Google が YouTube をなくすっていうことは僕は考えられないんですね。僕はね。今はその、多分ね、何百億か何千、かなり、まあ調べれば出てくると思うんですけど、利益すげえ出してるんですよ。で、めちゃめちゃ利益出してる事業をなくすってことは僕はないと思うので、まあそれは僕の見解ですけどね。まあ20年後、30年後 YouTube がどうなってるかわかんないですけども。ここまで育てて消すって、も利益も出てるし、相当利益も出てるし、消すっていうのは考えられないですね。まあ仮に僕のアカウントがバンされたとしても、YouTube のプラットフォームがあればまたやればいいだけなんで、そんなのは。だからまあこれからもずっと僕は、呼吸するように、お金を稼ぎ続けます。なぜならば、なんや、お金が必要だからです。生きていく上で。生きていく上でね、必要なんですよ。今ね、ちょっとラーメン食べてきたんですけど、ラーメン代もかかりますからね。そう。
ラーメン代もかかるんで、ただでラーメン食えないですからね。だけど、まあ、PayPayで運用したお金とか、まあ、そこはね、現金払いだった。食券で現金払いだったんで、まあ、PayPayが使えるお店も多いんだけど、そこはね、古いラーメン屋さんなんですよ。なんか33年みたいな。33年の老舗のラーメン屋にちょっと行ってきたんですけど、そこは現金でしたね。現金でした。うん。だからまあ、ハイブリッドでね、稼げばいいと思います。PayPayも、運用して僕は、増やすし、PayPayで使うとこはそこやるし、うん。現金も稼がないといけないですからね。はい。呼吸するようにお金は稼ぎましょう。だから、まず大事なのが1円でもいいさ。1日1円でもいいから流れを作るっていうね。僕はね、それがすごい大事だと思います。1日1円でいいんですよ。その流れを作る。で、絶対その1日1円も稼げてない日を作らないっていう。これね、結構ね、僕大事だと思うんですよね。まずは。でもね、多くの人、ここ考えてないんじゃないですかね。1日1円の流れを作るっていう、その仕組みを作る、毎日1円でも入ってくる仕組みを作るっていうのは考えてやってます。僕はね、やってますね。うん、いってらっしゃい。